ドン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 シャー。今日は公園でくじ引き大会があるんだって。ねねさん行きたい行きたい。じゃあみんなで行こっか。レッツゴー。これからボールプールのくじ引き大会を始めるわ。やりたい人は集まって。なんだなんだ、くじ引き大会だって。面白そう。私たちもちょっと見てみましょう。こんなにお客さんが集まってくれました。じゃあ早速始めていきましょう。待って待って、私たちも参加します。じゃあ今度こそ始めていきます。ハズレはなしなので皆さん楽しみにしててくださいね。一番に選びたい方、はいはい、ポポちゃんやりたい。じゃあボールの中から好きなボールを選んでね。どのボールにしようかな。じゃあ一番手前のこれにしようかな。ポポちゃんが選んだのは緑のボール。なんとでしょうか。6等です。おめでとうございます。6等か。まあ外れはないからいっか。景品はなんだろう。おっと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 、6等の景品はこちらのアイスです。こんなに高いアイスですよ。わー、やったやった、ポポちゃんアイス大好き。ペロペロ、おいしい。じゃあ次は誰が挑戦しますか。はいはい、赤ちゃんワンがやりたいです。どのボールにしようかな。このオレンジのボールに決めたです。赤ちゃんワンが選んだこのオレンジのボールは、じゃん、5等でした。5等の景品は哺乳瓶とケーキのセットです。わー、やったです。早速ミルクいただきます。ごく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 、ふはー。今日の夜はケーキとミルクパーティーです。メルお姉ちゃん、どの景品もいいのばっかだね。私たちはもうちょっと見てましょう。うん、次は誰が参加しますか。はいはい、ドキンちゃんやりたい。決めました。ドキンちゃん赤が大好きだから、この赤のボール。ドキンちゃんはじゃん、4等です。何かしら何かしら、ドキドキするわ。ドキンちゃんには遊園地で遊び放題のペアチケットです。キャー、ペアチケット。ドキンちゃん、食パンファン様と行きたい。早速食パンファン様誘いに行ってこよう。次にやりたい人、はい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 、ねねちゃんやりたいやりたい。さあ好きなボールをどうぞ。着てるからピンクのボールにした。ねねちゃんの景品は何でしょう。じゃん、アンパでした。おめでとうございます。チリン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 、アンパはアンリンシャです。うわー、ねねちゃん嬉しすぎる。初めてのサンリンシャやった。早速乗って帰ります。ねねちゃん三輪車が嬉しすぎてメルちゃんのこと忘れて置いて帰っちゃった。よし、メルちゃんも豪華景品を当てるぞ。あら、次にやるのはメルちゃんね。メルちゃん、ずっと狙ってたボールがあるんだ。
これ、まだ誰も青を引いてないから青にしたよ。ねるちゃんはじゃん、2等です。へー、1等じゃなかったのか、残念。でも2等ってなんだろう。2等はこちら、最新型のうさぎさんの掃除機です。どんなゴミでも吸い取ってくれますよ。嬉しいけど、さっきのねねちゃんの三輪車の方が豪華だった気がするな。そろそろ俺様も引こうかな。この流れなら次が一等なはずだよな。一等って何かな。いたずらグッズがたくさん入っているのかな。うっしっし、考えただけでワクワクするぞ。さあ、今日のくじ引きは次で最後です。やりたい人、はいはい、俺様が最後のくじ引きやります。どれにしようかな。決めたぞ。俺様はこの黄色のボールだ。ではこれは何等でしょうか。じゃん、おめでとうございます。1等でした。やったやった、俺様が1等だ。1位の景品はすっごい大きいので、ちょっと待っててくださいね。持ってきます。こっちこっち、ピッ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 ドンドンドン、じゃじゃーん、こちら1等のタイです。今日の朝取れたてのお魚ですよ。おめでとうございます。ドンシャー、とって何だったのかな。ドンシャー、ねねちゃんも1等、気になる気になる。うわー、アイスおいしいな。ペロペロ、ん、うわー、何をみんなそんな驚いているのかしら。今日のくじ引きはこれでおしまい。みんなは楽しんでくれたかな。また次の動画も見てね。バイバーイ。